ナギです。今日は休みの日ですね。皆さん3連休どうされてますか？僕は多分お昼にちょっといつもの近所の300メートル歩く居酒屋行って、そこで、サラダ巻きでも食いながら中瓶を1本飲んで、おばちゃんと喋って帰ってくると思います。その後はちょっと見たい映画があるので、映画を見て30分ぐらいちょっと休憩してから、まあ冷蔵庫の中あさって何か今日の晩ご飯のことでも考えようかと思います。皆さんはどんな一日を過ごしてますか？久々に話しようで、とらわれの貧しい心で、この歌あんまり歌わないからどうでしょう。いきます。疲れ果てて帰る夜道ではお前の優しい眼差しを思う。そうこれからもきっと守り続けていくさ、お前と二人の静かな夜、怯えながら暮らす都会では怪しげな顔したイカ様人たちも同じような悲しみに疲れて生きているよ。迷いはそこで深くなる。そして囚われの貧しい心はたった一つの真実も見分けられないままで、同じところ何度もさまよい歩き続け、会う人を理由もなく傷つける。そして囚われの貧しいこの国、顔を背けて犯してきた過ちの償いを、すべての空へ、すべての人の上へと、
子供たちの明日を巻き込んで、虎の貧しい心で山椒でした。ナギーの友達ならチャンネル登録してね。 See you。 また遊びに来てね。